スーツ似合ってんじゃねえよ。ありがとうよ。結構嬉しいじゃねえかよ。Yeah!
なしてた。そうだよ。ね、はい、じゃあ行きましょう。じゃあここを聞いてもらう。じゃあ岡田さん。お止まらねえぜ。もうもう。止まらねえ。イントラでクイズです。あっち地上だからさ、ちょっとね、ったらマイクで歌うんだよ。オッケー。みんな大丈夫ですよ。ダンスミュージックしか好きじゃないから大丈夫。はい、行きましょう。負けたら負けねえぞ。あえ、あいたら違う。今日の記者は静かにして。今日の記者は静かにして。見ちゃダメよ。題名しかわかんない。ドラえもん。正解。あんなこといいな。静かにしろ。
はい、じゃあ1勝2敗。そうだよ、1勝1勝。2勝1敗。どっちだどっちだ、どっちだどっちだ、何個だった。22。そっちは19。毎年12月滋賀行ってんじゃねえよ。すげえじゃねえかよ。はい、じゃあ行きましょう。じゃあリーダーリーダー年明けに見てもらいましょう。いいのを引きました。さあ盛り上がる2回目パワーウソ対決。ちょむちゃくちゃな振り方だな。どうやって返
していいのか分かんない。パンストどこ、パンスト、あったあった、ここにあった。ママ、ママメガネないんでしょ、メガネちょうだい。言ってませんかね。さあ行きます。じゃあどっちを応援する、どっちを応援する、山崎ゆう子。対するは中川のアウトサイダー林圭之介。関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おパッピーすげえ切れてるぜ。さあ対戦はどっち、どっち、どっち、はい、紙コップ対決。1分間でどれだけ高く上げられるかの競争です。特殊だった。これ負けちゃうと、これで勝ったらどうするか、どっちだ、どっちだ、どっちだ。さあ時間は1分間です。だから取られたんじゃないの。ダイヤ、やる、やろ。いいですか、いいですか。じゃあいい、山崎さん応援する子はリエ、リエ、リエ、リエ子がいい、リエ子がいい、長いからケイちゃん、ケイちゃんしますか。はい、行きましょう。ケイちゃんの方がいいですかね。オッケー、ケイちゃん、ケイちゃん、リエコで行きますよ。さあ子供上演してよ、よーいスタート。変顔対決。
乳瓶でチューチュー吸っていくんだ。やだわ。で3試合目が叩いてかぶってじゃんけんぽん、この3つで勝負していきます。最後の大将戦、まず長谷倉チームは川沿いの伝説長谷倉みくる。もちろん大将エンドレスチャレンジャー小田ルビー。さあこの箱を取った時の子供たちみんな拍手の量で勝敗決めてください。まずは足くらみくる開講3、2、1、あ、せーのでいきますか。せーのでいきましょう。はい、いきます。3、2、1、ドン。
はい、最後、はい、みんな座って。